これやったらトラブルながっていう経験で分かるとかですか？蹴られたりはしたことはあってる。でも実際その殴り合いになったりっていうのはあんまないんですか？もうこの年になるとないですよ。その20歳前後とかで初めて海外に旅出て、そこから25ぐらい、24ぐらいまでわちゃわちゃとお金貯めては海外出てみたいな頃とかはトラブったりしてそういうのあったけど、もうから先はないかな。蹴られたりはしたことはあってる。20代後半ぐらいから自分が何かされることはあっても自分から行くみたいなことも多い。20代の頃はそのトラブって、今はトラブらないのはそのトラブる空気とか、これやったらトラブるながっていう経験で分かるとかですか？相手とのトラブルが起きそうな時の距離取るとか、やり方として単独で入っていくことが減ってきたことですよね。事前にいろんな手を変え品を変え、その地元の顔役だったりとか、地元に顔を聞くような人と接点を作ったところに入っていくことが多いので、そんな深刻なトラブルまでいかない。まあ確かに野面で行くより、その地元の人の知り合い経由した方が絶対情報手に入りますもんね。そうなんですよ。